どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、今日スペシャルゲストはハニーさん。はい、今日はね、はい、夫婦でセッションではなくてですね、ちょっとお知らせをしようと思って、いつもねこのガズのわがままウクレレ使ってる時にここに挟まってるこれ何っていう、このねお問い合わせもある、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、今回ねこの、これ水引きなんですよ。水引きっていう知ってます？お祝いの時にこう封筒みたいなところにね、そうそう、こうかけるなんかこうめでたいなっていうのかな、そうそうそう、にぎやかいやつですね。で今ねこの水引きもすごくカラフルなのも出てきたりとかしてて、でこれをですねガズレレではでね実は販売しております。ほらいろんなウクレレにこんな感じでいつもねこのガズはここにつけてるんですけど、もうガズレレのね詳しい方はもうこれ本当にもういっぱい購入していただいて、これねなんと誰が作ってるか、ここがキーポイントでございまして、私の両親が手作りで作っております。私の地元は長野県飯田市っていうこの水引きのね一応名産地なんですよ。でも多分だけども40年ぐらいもうね40年か50年ぐらいこの水引き趣味というか内職というかお仕事というかもうずっとやってるんですよね。で僕もこれ家でね実家に帰ってた時にこれこうやって置いてあってね、テーブルの上になんか可愛いなと思ってここにねさっとはめてみたらすごくこうカラフルになるでしょ。これねいいねと思ってはめてたらもう周りの人にみんな何ですかそれっていうことでねそのニーズに応えて発売したら、ね、今もう本当に定期的にもうすごく皆さんご購入いただいて、なんとですねうちの両親のなんていうの温泉代になるんじゃないかっていうぐらいのことになって、まあでも僕としては親孝行がねできる、私のねお父さんももう80歳超えてますからね、なんかやっぱりこうなんていうの自分がねこうやることでみんな喜んでもらうって、そういうことをね提供できてるなっていうのもね、まあ一個の親孝行なんですけど、まあ皆さんにとってもこれすごくいいと思ってて、ちょっとね見てください、これねこんな風にすごくこうワンポイントになるんですけど、これねはめてるだけなんですよ、挟んでるだけなんです。いいですか見てて、これ取れるの、ポイッとこれ取れるでしょ。そして見てください、これ水引きついてない状態って、まあこれよくね、ですよね。なんかなんていうのかな、自分のもの感があまりないっていうのかな、でこれを水引きなんですけど、今ねこれがこうやってついてたわけですけど、ちょっと他のね、同じウクレレで入れてみます。今ここにいくつもあるんで、ね、今これ赤いのね、これ僕が今いつも使ってる時にいつもこれ使ってたんですけど、これ選べるんですよね。そうそうそう、なんかカラーが同じブルーがさ、ブルーがはい、この色をはめてみると、まあまあちょっとこんな感じ、このねぴょんぴょん出てるやつは、まあ、切ってもいいし、こうやってなんかこういうふうに、これどうですか、もう全然違う楽器みたいな、あそうだストラップに合わせたりなんかしてね、そう、こういうふうにコーディネートを楽しめるっていうこと、あとこれ改造がいらないので、こうただサクッと挟んでるだけなんですよ。で一応ちょっと注意してほしいのが、ここでちょっと縛ってる時に針金使ってるんで、ここすごく気になる人は1個ガーゼみたいなフェルトみたいなここに挟んだ方がいいかもしれないですけど、まああんまり気にしない方はここスッとこう挟んでいただければ、そうテープは貼ってありますからね。でも一応ちょっとねものすごく高級ウクレレだとなんか傷ついたってことになると悲しいって思われる方いるかもしれないんで、まあここにフェルトとかティッシュペーパーとかちょっと挟むとそのクッションになるかなというふうに思います。でここに挟んでも可愛いんですよ。ここにはめるとだいぶねイメージもだいぶ位置だけでもだいぶ変わるし、あとこのピョンとやつこれ切ってもいいんですよ。ここにちょうどねこのカットしているものもあるんで、これ自分でハサミで、これ水引きってね紙なんでね簡単に切れます、ちょっと待って、これをさっと外して、はい、これをですねまあこんな風にするともう本当なんかお花っぽい、これもね可愛いよね、まあ、ここでもいいし、さっきと同じようにもう一個下のスペースによいしょこんな感じでさっとこう入れる、こんなのも可愛いですよね、そんな感じでこうなんつうのかな、色合わせで楽しめるっていうこともあって、でまあこのいつもね提供、これもね、まあ、ガズレレホームページで販売してるんですけど、小杉さんのハンドメイドのこのウクレレストラップ、これとの色合わせもね絶対楽しいよね。ちょっと他にもいくつかちょっと色を当ててみようか、どうせならね、なんか例えばこの緑はほらこれと、ああそうかそうか、このストラップの緑とこう合わせてね、緑が入ってるから、でここにつけるとまた印象が変わる、こういうのもあるんですよ。これは結構ピンク色ですね、ピンク色、こういうのもねこれ全然イメージ違いますよ。ちょっとはめてみる、こんな感じのピンク色、ちょっと淡い感じね、
はい、こんな風になってもうだいぶ印象変わるよね。2色使いのすごいな、うんうんうん、ね、今もそうだけどこう2色で、はいはいはい、色ね、色違い、色が違うだけでこんなに雰囲気が。3色使ってるものと4色使ってる、いろんなね。そう、これはどういう風に誰がデザインしてるかというと、うちの両親が気分でやってるんだよね。そうだけどシリーズで、まあね、私ともお話しして、ね、うん、まあ、こういうのがいいなとか言って、そして、これいつでもあるわけじゃないと。そうなんです、はい、だから今ホームページ見てもらって、うん、ある商品がなくなったら、もうね、同じものは結構作れないと思うんですよね、うん、はい、なんで、まあ、そういうことの価値もありますよね。そうですね。その、まあ、この色がいいと思ったらもういつもあるわけじゃない可能性があるということで、そういうところも一個の価値でね、まあ面白いと思います。まあこれもなんかもあえてこういう風にブツッとこういう風に切ったりなんかしてね、そう、はい、ここでまあまあこう気分を変えていけるということで、これがあるだけで、あ、これ私のウクレレだってすごく認識できるんで、あとで可愛らしくなるんだよね、うん、自分のものだみたいな感じで、そう、そう、なんでこれワンポイントにねすごくいいなということで、まあまあ、でさっきもやってたんですけど、ここってどうしてもさ置いといたら埃積もるでしょ。やっぱその時にこのウクレレストラップこれこのストラップってね、ここにこう尻尾がついてるんですよ。これ、これがものすごくで役に立つ。これほうきになるんですよ。ここ、こうやって吐いたり、こういうところほこり、ここもすごいほこりたまるでしょ。これこうやってやったりとかでも中ですごくいろんな情報がもう出てきてね、はい、そんなわけでこの水引きこれね、税込みお値段は、1100円でございます、うん、要は1000円に消費税がついているということでございます ね。このね、水引き、まあ、お手軽にこうカスタムできるというか、うん、でポップでカジュアルになるんでね、本当になんかこう愛おしくなるというか、うん、皆さんのね、いつも使ってるウクレレが急にね可愛らしく見えるような、そんな感覚になってくれると思うので、うん、ぜひ皆さん、なんか今ちょっとパーッとこう 見せていこう。そう、こんな感じで、ね、すごいいっぱいね、うちの両親もほら いいですね。なんかね、ちょっとこう和風っぽいイメージのこう雰囲気がするものがあったり、ほんとね、なんかこうちょっとこうパキッとした可愛らしい、こう私ちょっとこれ北欧っぽいイメージ。ああ、そうね、色がね、ね、すごくその時のね、うん、結構ね、色の発色がさ、すごくいいんですね。今現代的なこの水引き、そうそうのがあるので、うん、すごくね、結構ね、見てると悩んじゃうんだけど、ね、まあまあそう、ね、それもまた楽しいし、ね、そう、あとさ、これ今ね使ってるウクレレって、このガズのわがままウクレレ、ここが色が濃いけれども、うん、ここ色が薄い人はね、うん、例えば濃いめの色を選ぶとか、そう、ね、そういうコントラストもまた面白いかもしれませんということで、はい、うん、この水引きなんですけど、一応ね、ここにリンク貼っておきます。このグッズというページがあるんですけど、そこを見てもらうとこの水引き出てきます。まあ、他にもいろいろあるんで、うん、お時間ある時にこうストラップとかいろんなもん、こういう T シャツとかね、いろんなグッズ、キャップとかもありますんで、うん、見てください。これ水引きですよ、はい、そんな感じで、はい、かわいいカスタムぜひいかがでしょうかという今日ご提案でございました。そういうわけで皆さん、楽しい音楽人生ウクレレで過ごしていきましょう。さようなら、バイバイ。